カニクサは、ツル植物になる、シダ類である。カニクサ SW は、シダ植物門、フサシダ科に属するシダである。シダ類では珍しい、巻きつく、形のツル植物である。別名のツルシノブはこれに由来する。長く登るツルは、実は一枚の葉である。本当の茎は地下にあり、横に生い、先端から一枚の葉を地上に伸ばす。株が小さいうちは、 葉は短く、次第に長い葉を出すようになり、長いものは2メートルを超える。葉は日本では冬に枯れる場合が多いが、より温暖な地域では枯れずに残る。主軸沿いに間隔を空けて右辺が左右に、ほぼ体をなして出る。商用には、胞子のつくものとつかないものの文化が見られ、右辺ごとに胞子用と栄養用が分かれているような感じである。ただし中間的なものも混じる。 胞子の付く右辺は、主軸上にまとまって生じる傾向がある。右辺は一回右上か少し二回右上になる。胞子をつけない右辺では、小右辺は、細長い三角形で、根元側から左右に、少し大きい都市粒を出すこともある。胞子をつける右辺の小右辺は、ずっと丸くて三角形で、周囲から、胞子形成部が短い棒状の感じで突き出る。 この突き出した部分の仮面に、胞子のうの列が左右二列に配置する。日本中部以南、琉球列島から東アジア、東南アジアを経て、オセアニアに渡る広い分布域を持つ。琉球列島のものは、小葉が細長く伸びることから、変種の長ばかに草 CCR、イタールとして分けることもある。なお、北、アメリカに帰化しており、 よく繁殖して厄介者になっているとのこと。本州中部以南に分布し、道端にも出現する。ごく乾燥したところにもよく生育し、日なたにも出てくる。雑草的な性格が強い。名前の由来は、カニ草で子供がカニを釣るのに使ったことがあるのに由来するという。また、鶴を使ってカゴを編んだりする利用もある。利用薬として用いられることもある。 長い鶴を出して多物に巻きついて登り、右上に分かれた葉をつけるように見えるが、実はこの鶴は茎ではなく、本当の茎は地下にある。鶴になっているのは、実は一枚の葉である。したがって、鶴に見えるのは、葉の主軸で、横に出る葉は右辺に過ぎない。しかしながら、この葉の先端が無限成長するようになっており、その点では茎と同じ機能を持つ。 同様に歯が無限成長する例は、裏ジロ族にもある。同族のものは熱帯を中心に、約40種が知られる。日本にはもう一種、イリオモテジャミセンズル RBR が、八重山諸島に散する。日当たりの良い林園などに見られ、高さは数メートルになる。正辺が三角を帯びた楕円型で、先端が丸い。また、歯の質がより厚くて硬く。 光沢があってなかなか美しい。ありがとうございます。